前の様子がいつもと明らかに違っていましたからね。緊張してたんでしょう。ゴールはなりません。力んでしまいましたね。若干動きが硬いようにも思えますが、どうでしょうか。あと外しました。まあこういうこともありますよ。ここで大事なのは平常心です。ゴール決まりません。これは失敗。キッカーは本田圭佑。ボールに向かいます。外しました。緊張しましたかね。しっかりと決めました。これは止まりませんね。キックに向かいます。ゴールネットは揺れませんでした。緊張からかボールが弱かったように見えました。勝敗を分ける PK となりました。もう見守るしかありませんね。方向がバッチリ合いました。蹴る前の駆け引きで勝ちましたね。冷静に狙います。外してしまうと負けになってしまいます。止めました。劇的な勝利です。キーパー読み勝ちましたね。